ご覧のスポンサーの提供でお送りします。アフリカの北西部サハラ砂漠が大西洋とぶつかる国、ここはモーリタニア。お2人が降り立ったのは首都ヌアクショットの町外れ。なんでサンダルできたん？え？砂漠歌サンダルちゃうんかい？いやそれ砂浜とかビーチでしょ。熱ーこれ砂。マジで？マジで熱い？熱い。熱い？おお砂漠来たー。すごい。あの向こう側がヌアクショットでしょ？いやそうでしょ。近くまで砂漠化が進んでるっていう。いやそうやんね、国土の8割を砂漠が占めるというモーリタニアは今深刻な砂漠化の危機にさらされています。毎年6キロメートルのスピードで砂漠が拡大、首都ヌアクショットの中心部まで迫っているのです。砂漠と化した周辺地域の人々は難民となって都市に流入。今では全人口の4分の1がこの町に集まっているといいます。風と砂と混沌が渦巻く町で人々はどんな暮らしをしているのでしょうか。こんにちは。え、でもすげえな、思ってる以上にめっちゃ浮いてるやん。あ、こっち見て、トマトむっちゃ売れて綺麗。本当だ、砂漠やのに結構すごいな、いっぱいあんねんね。意外にも市場には彩り豊かな野菜たちが並んでいました。これ周りこんだけ砂漠ばっかりやのにどこで採れてるの？ヌアクショットよ。あ、ヌアクショットで採れんねや、すげえ。ちなみに今の時期何が美味しいですか？やっぱり大根ね。あ、あれ大根だよ。大根ってどれ、あれレンコンやと思ってた俺。大根ってどうやって調理して食べるんですか？魚と一緒に煮ると美味しいわよ。魚と料理するって珍しいな。大根って何やろ？そうやんな、大根やったら。あ、ブリ大根。そういうことや。ブリ大根や。そんなゴールデンコンビが。こっちの人って。地球の反対側、サハラ砂漠でも人々の暮らしは意外と変わりません。なんか白とかこういうなんかブルー系が人気なのね。多いな。うん、2人はヌアクショット最大の市場を探索。ふと目に留まったのが男性用の民族衣装ブブーを売っている店でした。一番人気のモデルってあるんですか？普通はこの形で色は白と青の2色しかないんだ。着てみたい。着る？もちろんいいよ。何これ、俺これサイズおてえのちゃうかな。どこから、どこから、そこからでかっ。頭からすっぽりかぶれば日よけにも砂よけにもなるという砂漠の民ならではの伝統的な服装です。似合ってる？なんか勝手に巻かれてる。なんなん急に急に、こんなに清掃。頭に巻く布ハウリも強い直射日光から身を守り、鼻や口に砂が入るのを防ぐ生活の知恵。おう、出来上がりました。現地の人間になりましたね。ショコラどうも。ナイロンと綿みたいな間ぐらいの。これないの？もうナイロンかな。そうじゃん、事件起きたわ。何、どうした？あの、俺これがいいってさ、これ貸してくれるって。お前めっちゃええやんけ。マルシー、お前の方がかっこええな。ほら、なんかあの、このクタクタ感が。さらに頭に巻くハウリまで。これもうマジで？お前全部借り物やんけ。メルシー、あのね、すごい人の匂いがする。これせっかくの民族衣装、みんなに見せたくなります。はーい、はいはいはい、どう似合ってる？とってもいいよ。グッ。いや、こんだけ人が集まるってことはやっぱ珍しいのな、ね、日本人がこの格好してるって珍しいんじゃない？顔は明らかに日本人やから。日本人やからな。さあ、今からですね、僕たちはヌアクショットの方からですね、内陸部の砂漠の方に行きたいと思います、はい。目指すのは幻の古代都市シンゲッティでございます。はい、砂漠の真ん中に忽然と姿を現すという古代都市、そこは一体どんなところなのか。
人はそのシンゲッティを目指しました。ガチ砂漠か。おー、どんどん砂漠の中に入っていくぞ。入っていくね。一面の砂漠の中をひた走る一本の道。幻の古代都市シンゲッティはヌアクショットから北東600キロの場所にあります。出発から3時間。うわー、やっぱ俺前見えねえ。うわー、砂の霧やな、これ。砂嵐です。ひとたび風が吹くと砂が舞い上がり、辺り一面を覆います。うわー、うわー、抜く大変。これちょっと目が開けられません。細かい砂が舞って、うわー、来た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 よ、来たよ、翔ちゃん、来た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 、やめてくれ。あの、見てください、ほら、砂が、みんなが砂が移動してます。みんなが砂が移動してます。砂の大移動ですね、これね。そうです、ここに取り残されたら終わってます。でもこんだけ風が強いからやっぱり砂漠の砂が移動するんですよ。そうやな。だからこう砂漠化が進んでいったりとかするわけですよ。そうやな。砂嵐が起こると舞い上がった砂が空気中の水分を奪い熱を放出するので高温と乾燥が進むのです。この辺りの気温は45度、湿度はわずか 13% でした。あんなにはしゃいでいた2人もさすがにぐったり。そして出発から8時間。だいぶ景色が変わってきたね。ね、ね、これすごいよな、この岩山っていうの、これ、ね、でもなんかここバーって進んでいくと、うん、オアシスがあるらしいですよ。そうですね。広大なサハラ砂漠に点在するオアシス。そこに湧き出る水は古代より砂漠の旅人たちを潤してきました。お、なんかむっちゃ密集してる。ものすごい茂っとるぞ。ね、今までとは質が違うね。谷間にあるオアシス、テルジット。ナツメヤシが生い茂る小さなオアシスです。澄んだ小川がありました。この水こそが砂漠に生きる者たちの命の源。雨季に降るわずかな雨が伏流水となって山肌から染み出るのです。すげえ。はあ、これ天国やな。水に触れるってのが久々じゃない。だって砂漠のオアシスやね。ちぐち。あー、気持ちいい。生き返るな。すごいな。なんか癒されるな。二人はオアシスでしばし休憩、再び旅を続けます。